やっぱりこの2人がこう物語を動かしてたなっていう、鑑賞者っていうのはエヴァンゲリオンを見てるとその奥に庵野秀明がいるんですよ。常に今見に行っとかないとこの熱量はもう二度と体験できないと思うので。はい、上田です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日は新エヴァンゲリオン劇場版 3.0 プラス 1.01 です。新エヴァンゲリオンに関しては、3回目になるんですね。動画に関しては1回目2回目見た時に、動画は出してるんですけど、まだこの新作映画をレビューする、YouTuber っていうかそういうチャンネルだっていう風にやってなくて、僕がこうなんか喋りたいことだけを喋ってたっていう残念な時期に出したやつなんですよね。だから編集とか全然しなくてダラダラしてるやつだったんですよね。で1回目のやつは残ってるんですけど、2回目に関してはもう非公開にしてるんですよ。本当にゴミなんで。で、ということで3月の後半からはですね、映画レビューチャンネルという風にやっててですね、それちょっと前なんですよね。この新エヴァンゲリオンのレビューに関しては結構ダラダラしてるっていうのがあって、6月の終わりか7月の頭ぐらいに2021年上半期のベスト映画とか、5本選ぼうかなと思ってるんですけど、これは外そうと思ってるやつなんですよね。ランキングとかそういう次元のもんじゃないなっていうのあってっていうことで、これ外すので、映画チャンネルとしてこうちゃんとやりだしたということで、新エヴァンゲリオンについてもう一回ちゃんとやりたいなと思ってたんだけど、どうしようかなと思ってたんですけど、いいタイミングで、もともと新エヴァンゲリオン劇場版 3.0 プラス 1.0 っていう、やつで、シーンの差し替えっていうか、最初出した時よりももうちょっとこう修正したやつをで差し替えた部分があるよっていう、それで 3.0 プラス 1.0 のところが 1.01 になってるっていうのがこの、新エヴァンゲリオンの新規カット版ということで、公開されてからもう3ヶ月ちょっと経ってる、段階で、ラストスパートっていう形でこれ、多分もう本当に最後の最後だと思うんですけど、それでやってきてるやつなんですけど、あと1回目見た時にこれですね、パンフレット、買ったんですけど、で、2回見に行った、最初2回見に行ったんですよ。2日連続ぐらいで、1日目これ初回のやつで、本当に心躍る中二ワードがたくさん入ってるやつですね。で、2回目見に行って、2回目のやつはもう未開封で、持ってます。で、今回ですね、その新規カットでもう本当にラストスパートということで、この冊子が、入ってて、新エヴァ薄い本っていうふうに言われてるんですけど、本当にこうそんな感じなんですけど、あと中に、漫画が入ってるんですけど、これは一応その、8と9の間 の空白の14年間を描いてるんじゃないかみたいなこと、言われてる、噂されてたんですけど、実際どうだったかというと、9の直前ですね、9が始まる、9 の一番最初のところが始まるちょっと前ですね、アスカとマリが出撃する前の話っていうのがあってっていうのがあって、そういうところですね。9をちょっともう一回最初の部分だけでもいいから見たいなっていうような感じになる、感じですね。 Amazon プライムで多分まだ見れると思うんですけど、今回の得点なんですけど、全然得点のレベルじゃないんですよね。で、僕今回ユナイテッドシネマで見に行ったんですけど、ポイント使って1000円で見たんですけど、1000円で見たにもかかわらずこれもらっちゃったっていうのがあって、なんかこういいんですかねっていう感じなんですけど、ちょっと舐めてたというか、ただでもらえるやつなんで、そんなになんか濃ゆくないだろうなと思ってたから、なんかすごかったですね。これもう本当に本気の本気っていうか、本当にラストスパート本気出してるなっていうのがあって、後半に結構イラストあるんですけど、なんかこのイラストがマジですごいやつなんですよね。見開きでマジですごいところがあって、ちょっとこれは震えたなっていうのがあって、ちょっとあんま見せられないですけど、ここなんですけど、ここ見た開いた時のマジでちょっとバースっていう、この新エヴァンゲリオン見た人だからこそなんかわーっていうすごいのとか、あと一番最後のページにですね、本当にエヴァンゲリオン、一番最初の95年のエヴァンゲリオンが始まる前のプロットっていうんですかね、一番最初のラフっていうか、エヴァンゲリオンをこうしようみたいな感じ、全然エヴァンゲリオンじゃないロボットの絵があるんですけど、そういった本当に一番最初の最初の最初の、企画段階の庵野さんが書いたやつなんでしょうね。それが、その指示書っていうか、大体こういう感じで、こういうもっとすごいのを別の人、山下育斗さんっていう人に投げる叩き台みたいな感じの、やつがあるんですけど、最後の最後にこれ持ってきたなんて、エヴァンゲリオンが完結するこの新エヴァンゲリオンの一番最後の本当ラストスパートの、プレゼントの一番最後にこれを持ってくるんだっていうのがあって、本当にこれ100万冊限定っていう風に言われてて、先週の土曜日からこれ公開になってて、チケット売り切れてるっていうような状態だったみたいで、もうなくなってるんだろうなと思ったんですけど、普通にもらえたっていうことで、結構ラッキーだったんですけど、で、その
まあ、この間なんですけど、この間に、これがあるんですけど、この A4 の、両面のやつで、これの1個前ですね、あったんですけど、まあ、これが始まっちゃった時点で、これが余ってたっていうことで、まあ、一緒になんか挟んで、一緒にもらえるっていう、なんか結構ラッキーなことになっててっていうことなんで、まあ、もしかしたらこれと一緒に、これももらえるかもしれないですね。新エヴァンゲリオン見た人、絶対もう1回見に行った方がいいかなと思います。1回見に行って、ただでこれもらえたんだったら、パンフレット買ったんだけどなって思って、まあ、久々にこう本棚からこう出したんですけど、出した瞬間の、この2000円のパンフレットの方ですね、もう肌触りっていうか、もうやっぱりこの装丁がやっぱすごいっていうのがあって、やっぱこのパンフレットはパンフレットでやっぱすごい価値がありますね。パンフレットの価値は全然下げてないっていうところですね。まあ、そこがやっぱいいなっていうところですね。でやっぱ3回目見た時に、まあ、僕やっぱり美里さんに感情移入がすごかったんですけど、やっぱり表紙でこの2人っていうのがやっぱすごい良かったですね。やっぱこの2人がこう物語を動かしてたなっていうのはやっぱ3回目見てやっぱ思ったっていうのがあって、でそれがまさにこのドンピシャでこの表紙っていうことですね。なかなか素晴らしいですね。ということで、まあその新規カットなんですけど、まあ、その新規カットがどうだったかっていうと、全くどこがどう変わったのかっていうのは全然分かんなくて、公開初日と確か次の日か、まあ、何日か 2,3 日空けてぐらいで見ていったんで、まあ、その3月の上旬ぐらいに見て、もう本当に3ヶ月ぐらい見てない状態だったんで、もうどこが変わったとか言われても全然わかんない状態ですね。むしろあこういうシーンあったなって思い出すぐらいで、全部のシーンを覚えてるわけでもなかったっていうところがあって、本当にこう純粋に今回新規カットだから見に行ったっていうのはあるんだけど、本当にもう純粋に3回目をただ楽しんだっていうところですね。まあ、改めてこう2021年のこうランキングとして上げるものではないなって、もう全く別のものなんだなっていうのがあって、本当にこう桁違いのものがあったなと思います。ほとんどの人がそうだと思うんですけど、一見してどこが変わったかって言われると多分全然分かんないと思います。なんだけどやっぱり、まあ、それに惹かれていったんだけど、でもやっぱりまんまとただただその新エヴァンゲリオン劇場版っていうのが面白すぎたっていうかすごすぎたっていう、ただそれに尽きるかなと思うんですけど、まあほとんどの人は分かんないけどやっぱり新エヴァンゲリオンは新エヴァンゲリオンということなんで、満足度は全然あるなっていう、新エヴァンゲリオンを劇場で見るっていうタイミングをもう一回作ってくれるっていう、まあ、だけなんですけど、まあ、今興行収入が90何億とかいってるみたいなんで、まあ、もうちょっと100億届くとか、まあ、言われてるところなので、この際だからもうみんなで100億押し上げた方がいいんじゃないかなって思うんですけど、ということで、とりあえず新規カットの感想はまあこんな感じですね。まあ、前の話をしたいんですけど、その前 の, 全然編集しない時に僕が話したことっていうのは、まあ、どんな感じだったかっていうことなんですけど、ダラダラしてて長いんで、もうあれはもう一旦もうなしにして、まあ、僕がこの新エヴァンゲリオン見た時どうだったかっていうことはもう一回改めて言おうかなと思うんですけど、まず第三村の話ですね。まあ、第三村の話を僕は最初見た時から、まあ、今回3回目見てもやっぱりどう思ったかっていうことなんですけど、エヴァンゲリオン自体がすごいメタ的な視点っていうのはすごく、まあ、あるんですけど、やっぱりこの第三村を見た時にもう25年エヴァンゲリオンと付き合ってきた、まあ、僕は新劇場版を DVD のレンタルでやっとこう、まあ、2、3年ぐらい前にやっとこうエヴァンゲリオンを見始めたっていう人間で、そのリアルタイムからずっと追いかけてる人間ではないんですよね。まあ、僕のエヴァンゲリオン歴自体は全然短いんですけど、まあ、僕はそれで新エヴァンゲリオンをどう見たかっていうことなんですけど、第三村のところですね、あそこっていうのは、まあ、いわゆるその、まあ、ずっとそのエヴァンゲリオンを愛し続けてきた25年ずっと追いかけてきた人たちっていうものを、まあ、怒り真司に投影してたっていうところなんですけど、まあ、ちょっとその言い方は悪いかもしれないけど、一般的な視点としてオタクと引きこもりっていうのはこうイコールみたいになっているところはあると思うんですけど、まあ、それを全部ひっくるめた上で の怒り真司だと思うんですけどね、まあ、引きこもって家族ともまともに連絡しないし、仕事もしないし、親戚とかの集まりでも全然外に出てこないとかですね。怒り真司っていうのはそういうふうに、まあ、いわゆるオタクであり引きこもりの人間っていうものをまあこうすごくリアルに映してるっていうところなんですよね。14歳からまあ引きこもって14年間ずっとまあ何もしてない人間として碇シンジがいて、自分の友達ですよね、当時であり間でありっていう、まあ2人がですね、シンジは眠ってたんですけど、だけど14歳からまあ14年間経って、で隣で肩を並べていたはずの当時とかがもうめっちゃ大人なんですよね。めっちゃしっかりしてる大人になってしまって、だけど自分はもう
何もないっていう状態で、もう取り返しもつかなくて、もう今更何もできないっていう状態で、さらに塞ぎ込んでしまうっていうのがあって、でそれと同時に綾波レイ過去歌唱がですよ、本当に何も知らない状態、もうゼロの状態で、これは何と形状が違うとか、赤ちゃん見てもなんで小さくしたのみたいな感じ、もう何も知らない綾波レイが言われるがままに畑仕事とかをして、汗水を流してこれが仕事って、で、おばあちゃんたちと昼寝したり温泉入ったりとかいろんなことをして、全くゼロだった綾波レイが一発に人と喋れるようになって村にこう溶け込んでいってるんですよね。でシンジはそれをこう目の当たりにしてしまって、自分よりも喋れなかったはずの、自分よりも何も知らなかったはずの綾波レイがなんか一発にやれてしまっている、そして自分はずっと塞ぎ込んでいってゼロのままでずっといるっていう、簡単に追い越されてしまったことによってさらにこう傷ついてしまうっていう、なんかそれはすごく見てて、まあ全体的にそういったメタファーになっているのかななんて、まあ見てて思ったんですよね。なのでそのシンジの状態っていうのが、その25年間ずっとエヴァンゲリオンに囚われ続けてきたファンの人たちっていうものであり、まあ、シンジと綾波レイを通してその人の営みっていうのは第三村を通して見ていく、ずっと長い結構長い尺で見ていくっていうところがあって、まあ、それはその25年エヴァンゲリオンを追いかけてきた人であり、まあ、僕みたいにちょっと数年前からちょっとかじり出したような人たちの歩幅を合わせるっていうか、同じスタートラインに立てるように、まあ、ちょっとその長いことこうキャラクターに感情移入させるようにっていう風にしてたんだなっていう、まあ、ところがあって、でそれでビレの本部の方に行ってからの、まあ、この後半の展開になっていくっていう、全員の足踏みを揃えた上でこうちゃんとエヴァンゲリオンらしいエヴァンゲリオンが始まっていくっていう風になってるっていう、まあ、さらば全てのエヴァンゲリオンっていう、まあ、意味っていうのはまあそういうところにあるんだなっていうところがあって、まあ、後半の決戦ですよね。戦闘シーン自体めちゃくちゃかっこいいんだけど、その後半のその初号機と13号機の戦いがどんどんメタ化していくっていうところとかも、エヴァンゲリオンっていう作品自体の特殊性っていうのはすごい出てるんですけど、まあ、普通の映画とか作品っていうのは観客がいてその作品がある、まあ、いわゆる映画だったらそのスクリーンがあるっていうところがあって、で制作者っていうのはその観客の後ろの方で自分たちが作ったものをそのお客さんはどう見てるのかなって、まあ、後ろから見てるっていうところなんですね。制作者、お客さん、作品っていう、まあ、そういった構図になってもう一つの作品っていうのを楽しむっていうのが、まあ、いわゆるそのエンターテインメント作品っていうのはそういうものであると思うんですよね。だけどエヴァンゲリオンっていうのはちょっと特殊なんですよね。お客さんがいて鑑賞者がいて、そこにエヴァンゲリオンっていう、まあ、作品があるんですよね。で作品の奥に制作者っていうか、まあ、この場合はとりあえず庵野秀明という存在、まあ、がいると思った方がいいですね。鑑賞者と庵野秀明という人の間にエヴァンゲリオンがあって、で鑑賞者っていうのはエヴァンゲリオンを見てるとその奥に庵野秀明がいるんですよ常に、まあ、そういった構図になっていて、エヴァンゲリオンっていうのは作品でもあるんだけども、なんかこうすごいコミュニケーションツールとして機能させる意味合いっていうのはすごく強いから、エヴァンゲリオンはエヴァンゲリオンっていう物語はあるんだけど、でも作品なんですよっていう、もうその映画を見てる間はその外の世界、現実世界とは隔絶された、もうこのスクリーンの中にある物語に入り込んで2時間なら2時間でその楽しんで、あ、よかったねっていうのが、まあ、いわゆる普通の映画作品ではあるんだけど、だけどエヴァンゲリオンはその作品を見てる間も現実世界としっかりつながった状態で、自分であり親であり人であり社会でありっていうものを全部考えながら、そのエヴァンゲリオンっていうものを見ながらこうどんどんいろんな考えを巡らしていくっていうことですね。エヴァンゲリオンはフィクションなんだけど、まあ、普通のエンタメ作品っていうのはフィクションなんだけど、終わってからこれはフィクションですよって、まあ、最後にそのテロップとかが出たりするんですけど、だけどエヴァンゲリオンっていうのはフィクションを前提にこう創作物を見ていくっていう、ずっとフィクションだからねっていう、フィクションっていうのを前提に置いて見てねっていうのがあるっていうのが、まあ、この映画の特殊性だなっていうの、まあ、この3回目見てもやっぱ改めてそういうところは思ったんですけど、エヴァンゲリオン自体がそうなっていて、このエヴァンゲリオンっていうのはどんどんその物語が複雑化していって、もはや制作者側にとってもこう手に負えないところになっていって、まあ、なので上波球まで行ってこうずっと作れない状態になってしまうところまで行くっていうのがあって、制作者側もこうエヴァンゲリオンの呪縛から逃れられない状態になっていて、まあ、制作者が作れなくなってるんで、そのファンとかこう鑑賞者側もエヴァンゲリオンがこのあとどうなるのか分かんなくてずっと苦しめられるっていう、まあ、でその新エヴァンゲリオンやっとできたっていう、これでもう全員がエヴァンゲリオンから解放されるっていう
でもエヴァンゲリオンのことはもう忘れてもいいっていうところまで来たんですよね。この25年間本当にまあいろんな人がまあいろんなタイミングで出会ってっていうところはあるんだけど、もうエヴァンゲリオンはこれで終わって、こっからもうあの記憶からなくなってもいい、もう次に行こうよっていう、まあ、ところがまあラストとかですごくあの如実にこう見せてきてるなっていうところがあるんですけど、エヴァンゲリオンの決着であり、やっぱりその目覚めて次に行くための映画がこのシン・エヴァンゲリオンだったなっていうところがあって、まあなのでまあそういった風にまあ映画になっているし、言い忘れたんですけど、あの第三村でおばちゃんたちにあの綾波レイ過去歌唱があのプラグスーツじゃなくてなんか他の服も着なさいよって言われて、あのこれいいねどうしようどうしようって言って、あの結局あの中学の時の制服着るじゃないですか。あの綾波レイっていうのはあのオリラジの中田さんとかもそうなんですけど、あの初恋の相手とか言ってる人もいるぐらいのあのもうアイコンなんですよね。それをおばちゃんたちがですよ、あの服着せて、あ可愛いねとか言ってるのって、それはもうその生粋の95年からずっとその綾波レイにあの一目惚れしてしまった人たちを本当に殺すような演出っていうのになってるなっていう、なので本当にこう、まあ、最初からまあそうなんですけど、エヴァンゲリオンを終わらせると同時に目覚めろよってい もう目覚ませっていうところですね。もうエヴァンゲリオンに しがみつくなっていう、もうここから先の人生を歩んでいけよっていうような、またそういったもうメッセージがこう最初からずっと貫徹されてたなっていう、まあ、それが新エヴァンゲリオンだったなっていうのは僕の考えですね。公開当時あの見て、まあ、すぐにレビュー動画出した時に、まあ、そんな感じの話をしてましたということですね。まあ、ということでこの新エヴァンゲリオン3回目見たんですけど、まあ、1回目2回目見てからまあ3ヶ月経ってるんで、まあ、僕のこう見方とかも結構変わってて、まあ、そのツイッターであの綾波レイ過去歌唱 あのツイッターアカウント、今フォロワー10万人ぐらいいるんですかね、まあ、すごいことになってるんですけど、あれをまあフォローしてて結構そのタイムライン出てきてて、あのアカウントがあるからあの綾波レイ過去歌唱のこうセリフ一つ一つがもう名言になるぐらいあのもう刷り込まれちゃったっていうのもあって、すごくこう第三村のところやっぱり面白かったなっていうのもあるし、まあ、僕あのすごいこう好きな あのあだ名あるんですけど、陰陽ピンクっていう、あのインピって言われてるあの子なんですけど、陰陽ピンクっていうあだ名めちゃくちゃ面白いんですけど、2回目見てからその陰陽ピンクっていうのはすごい頭にこびりついてるんですけど、でその観点でこうすごいやっぱそのあの子にすごいこうフォーカス当たってたんですけど、なんかあの子はまあ、このエヴァンゲリオンに対してもう目覚めるための映画として彼女はどういう役割だったのかっていうと、まあ引きこもりプラスニートっていういわゆるそのオタクのイメージっていうのを抱えてる家族の視点なんじゃないかなっていうのはまあちょっと思ったんですよね。これ絶対変とか言うじゃないですか、あのでっかい綾波レイが出てきた時これ絶対変よって言うのとか、そのセリフは何なのかって思った時にやっぱりそのオタクで引きこもりで出てこないあの兄貴を持ってる妹視点みたいな感じですかね。なんかそんな風に見えたんですよね。エヴァンゲリオンにめっちゃハマってるピザニートの兄ちゃんがいて、なんか部屋でなんかブヒブヒ言ってるのをこう見て、何がこいつは何を楽しんでるんだみたいな感じ、もうなんかこう蔑んだ感じの目で見てる、なんか妹なのか姉ちゃんなのか、まあそういったものの投影としてあの陰陽ピンクいたんじゃないかなって思うと、なんかすごい面白い感じで見れたなっていう、そういう観点で見るとこの陰陽ピンクの存在ってすごいなんかいいところにいるなっていうのがあって、まあそういうところもあってすごい良かったなと思うんですけど、ということなんで、まあ、新規カットに関してはどこがどうっていうのはもう全然わかんないんですけど、だけど新エヴァンゲリオンをもう一回こう劇場で見る価値っていうのは絶対ありますね。僕はあの水曜日のまあ昼間行ったんですけど、であのソーシャルディスタンスであの一席ずつ空くやつであの入ったんですけど、まあ、それで多分5、60席だと思うんですけど、まあ、それでも水曜日の昼なんですよ、まあ、そんな平日のど真ん中なのに、チケット売り切れたんですよね。やっぱ熱量っていうのはすごいですよね。やっぱまあ感染症リスクとか、まあ、そういったことでやっぱちょっと行きづらい人もいるかもしれないけど、今一度この熱量っていうのは多分もうそのソフト出たらもう劇場公開されないと思うんで、もう今見に行っとかないとこの熱量はもう二度と体験できないと思うので、今あの行ける人は行った方がいいかなと思います。マジでこう新エヴァンゲリオン、本当に、まあ、改めてすごい映画だなと思うし、本当にこう記念碑としてこうすごいものをこう本当に作り切ったんだなっていう、ところですね。まあそういったところで、まあ
本当にめちゃくちゃ良かったので、お時間ある人は、行ってくださいということで、こんな感じで、今日は終わろうかなと思います。こんな感じで新作映画を見たらですね、すぐにレビュー動画を出すのでチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。で、この後なんですけど、僕今短編映画を撮ってるんですけど、それの予告編ができたので、1分だけなので、もしお時間ある方はですね、最後まで見ていただければなと思います。ということで終わります。Thank you.